はい、ナオトです。今回はこちら、はい、ニキータっていう品種です。このニキータが収穫できたので早速ね試食してみようかなと思います。この品種は私の園ではまだ収穫したことのない品種になります。早速ねこちらを食べて感想をねお伝えしようかなと思ってます。このニキータなんですけども、早生品種で大きくなる品種というふうにね品種紹介のページには書いてありました、ね、まだ植え付けて3年目ですかね、3年目になるのでまだですね木もそんなに大きくないですし、なのでこのニキータ本来の性質っていうのはね現れてないかもしれないんですけども、参考になればね幸いです。だいたい味はね似た傾向になると思いますのでね、じゃあ早速切っていきたいかなと思います。はい、じゃあ切っていきます。どうかな。お、じゃあいきますよ。か、どうでしょうか。なるほどなるほど。甘い香り。いいですね。まだ小さいんでね断定はできないですけど、果肉とゼリーのバランスは、まあ、普通くらいといった感じでしょうかね。ゼリーはそこまで多くない品種かなって感じがしますね。じゃあ早速いただいてみようと思います。よっ、おりゃ、おお。どうですか、美味しそうですか。じゃあいただきます。美味しい。なんだろう、ちょっと味が薄く感じますね。滑らかな味というか丸い味、そんな感じがします。美味しい。フェイジュア特有のザラッと感が少ないですね。ほとんどない、滑らかな感じです。美味しい。ちょっとね1個じゃ分かんないんで、もう何個か食べてみようかなと思います。はい、2個目。ほとんど変わらないかなって感じですね。こっちの方が青い香りが強いですね。よっ、こっちの方が甘い。美味しい。甘みが強い。やっぱりでも丸い味がしますね。包まれてるような、甘い。ザラッと感が少ない。なるほど、ニキータこういう味か。ほろほろ崩れる感じですね。果肉の部分がほろほろほろっていう風に、なんていうかほぐれていくような、そういったね食感してます。ジュワーってジューシーっていうよりはホロホロホロっていう感じですね。なるほど、これは変わってますね。あと気づいたのは酸味がないですね。酸味がほとんどない。なるほど、こういう味ですね。あともう一個食べてみます。じゃあ3つ目です。おい、印象は変わらないかな。
美味しい。ほろほろほろっとしてます。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ニキータ食べてみました。うん、すごく美味しかったですね。またね、私が食べていた今までのフェイジョアとはまたちょっと印象が違うかなって、そういった感じがしましたね。うん、特にね、やっぱり一番違うなって感じたのは食感ですね。口に入れてこうに噛んでいくときにじわーっと果汁が染み込むっていうよりは、噛んでいくとその果肉がホロホロというふうにこうにほぐれていくような、そういったような食感を感じました。そしてちょっとね、味全体的には丸い味というですかね、滑らかな味をしてます。香りがバーンと立つわけでも、甘さがねバシッとくるわけでもなく、柔らかい味を感じます。うん、悪い言い方しちゃうとパンチがないですね。うん、ちょっとね甘みもそこまで高くないかなっていう、そういった感じですかね。うん、まあ、でもですね、フェイジョアは、追熟すると味が変化するので、もう少し、ね、甘みを強く感じたいなっていう方はちょっとね置いて追熟させればね味も変化しますし、そういった面でね変えられるのかな、そういうふうに思いますね。うん、でゼリー部分はゼリーの割合はそこまで多くなかったですね。そして果肉が滑らかですね。ザラザラ感が少ない、そういう品種なのかなって感じがします。香りの方もなんというのかな、フェイジョアの中ではやや青い匂いがします。うん、青臭い匂い。フェイジョア特有のねミントっぽいスッとした香りはねやや弱いかな、そういった感じがします。なのでそうですね、やはり、まあ、アントワネットであるとかマリアンとかアポロとかですね、そういった品種の方が私は好きかな、そういった印象ですね。まあ、でも味は好みがありますのでね、なかなか一概に言えないところありますよね。はい、いかがだったでしょうか。フェイジョアのニキータの試食でした。この後はですね、収穫できたニキータの木の様子もねちょっとお見せしようかなと思います。今回収穫できたニキータの果実はまだまだ小さいものだったので、このニキータの果実がもう少し大きくなったらですね、もう一回試食をして動画にね撮っていきたいかなと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった方はぜひともチャンネル登録と高評価お願いいたします。そしてこの美味しいフェイジョアなんですけども、現在インターネットにて販売中となっております。今回紹介したニキータ以外にもですね、美味しいフェイジョアの品種をたくさんご用意しておりますので、ぜひとも購入してくださると嬉しいかなと思います。販売ページはこの動画の概要欄もしくはコメント欄の方に URL が記載されてありますので、そちらをクリックしていただいて販売ページの方で購入してくださると嬉しいかなと思います。フェイジョアを群馬の名産に、そして皆様の最寄りのスーパーにフェイジョアを並べるのが私の夢です。はい、ぜひとも応援よろしくお願いします。ナオトでした。バイバイ。はい、こちらがですね先ほど試食したニキータが収穫できた木になります。そうですね、高さが1m20くらいでしょうかね。直径もそのくらいかなと思います。はい、まだねこのぐらいの木だとそこまでね大きな実はならないようですね。はい、こういった感じですね。まだついてるのあるかな。さっきあったよね。どこだどこだ。ああどこだ。あったたたたたあった。見えるかな。ほらここにあります。これ見えるかな。これあー取れちゃった。あ収穫オッケー。ね。はい、こんな感じですね。ニキータ。はい、これからねもっと大きな実がついてほしいですね。